れたから夜逃げしてきた人を救急搬送で病院に見送ってから、なんと関東に来て今日初めて会った大工さんの車の前で動画撮影してる職人ポンコツ番長、おはようございます。今日もまた本当におめでとう。そして昼間から飲んではすいません。そして今日初めて会ったなんか得体の知れないあのこの車の持ち主、なんかナンバーも見せていいって言ってるから、なんとなんか名前も忘れたけどあの塩原さんっていう片枠大工さんだそうです。はいっていうか見たことないからね、片枠大工も。はい、今日はですね、昨日の夕方5時にやっと工事が決まって翌日関東に今来てる現状でございますが、はい、今からですね資材を購入に行きですね、やっと現場に乗り込みたいと、というトーク動画を始めていきたいと。何も酔っ払ってますので、ひとまず、どうぞ。はいはい、まずね、本当は、4人で現場に来る予定だったんですよ、4人で。で、今2人になったんですけど、まず、本当に昨日、夜逃げしてきたね、南の方から夜逃げしてきた方をですね、いきなり調子悪いって言い出して、もう顔色悪いんですよ。大丈夫かって言ったらもう震えるって言うんで、体温計買いに行きました。僕がね、そしたら本当に39度5分熱あったんですよ。やべえと思って、コロナじゃねえかと思ってね、その場所のですねコロナ対策病院みたいに電話したら、夕方の6時半か7時なのに保健所に電話しろって言うんですよ。閉まってるに決まってるだろうと思って、で僕は悪いやつ使ってすぐに救急で仕事病院に行けるように手配してですね、まあ行ってもらったと。そしたら今日の朝まで連絡なくて、朝電話かかってきたら、入院しましたって言って、まあ良かったです。金の話は最後僕がするからって言って、言ってあるんで、まあ退院する頃には請求が僕のところに来るのかなと、うまくやっていきたいと思います。はい、続きましてもう一人、朝4時に電話かかってきまして、ちょっと下痢だと。せいろがなくして車に乗れないって言うんで、じゃあ新幹線で来いって言って2万円渡しました。で、もう今出発してこっちに向かってると。4人乗してくるつもりだった車がこちら、ドーン。はい、乗れるわけない。よくよく考えたら、今日作業員10人なんですよ。10人分の道具を車に積んだら、こういう結果になったと。アルファードなんですけど、はい、僕が乗るのも精一杯でした。これで今日、今、関東に進出してきたと。そしてですね、関東で今日初めて、関東の大工さんと、初めて遭遇したと。その方が、この車の持ち主の仕事は遊びだと定義する塩原さんです。はい。もう意気投合して、はい。相葉なんとか地区、後で確認しときますけど、ポンコツ建設の、支部を作ってくれるって言うんで、もう会社会社で、参考までに、はい。今晩、3日間の大工で、かなり稼ぎます。すいませんね。それだけやってくれるんで、真面目なんです。なおかつですよ、僕、が材料買う前にもうホームセンターに材料を買い置きしてくれてるというちょっと頭がいい意味で頭がという気持ちのある方です。ということが今日の今始まりです。さあこの後はですね、今現状何をしてるかっていうのを行ってみよう。はい、それでは今この車の前で僕は何してるかというと、ですねお店を作るおせっさんがですね、大きいトラックで荷物を持って待ち合わせしてるんですよ。その方が来て、ホームセンターで、そのトラックに材料を積んで、まあ夜、22時に、現場の前で10人待ち合わせしてですね、打ち合わせしながら進行していくというのを待ってるんですが、交通渋滞に巻き込まれてる。言ったんですよ昨日社長頼みますよ僕らは昼に着いてるんですけど、まあ遅くなると。4時、5時、6時になると。でもホームセンターが閉まっちゃうんで、まあギリギリまでやって無理なら、まあ第二の策を考えて、材料を買わないとですね、まあ今日工事できないんで、本当に。で、さっき見たんじゃないですか、車の写真。状態なんで、最悪車の材料を積むときは、わかるでしょわかるでしょ視聴者の皆さん、想像してください。じゃあ、こちら。わかりますかこちら。このトラック。トラックにしてしまえばいいんですよ。ハイエースの後ろ開けちゃって、跳ね出しで積んでやろうと、最悪を考えておりますが。はい。まあ、そういうボキャブラリーのある、片枠大工さんです。何度も言いますよ。アイランド化地区、また後でテロップで入れときますが、なんとか地区のアイランド化っていうところに住んでられるそうです。そこの、適当な大工さんらしいです。はい。そう言えって、ご指導を受けてる、塩原さんっていうね、一応社長さんだ。はい。
あの、ポンコツの僕よりも、センスがある。センスがある社長さんなんで。まあ、僕が2世でいいっていうぐらい、はちゃめちゃな。この車で、本当に現場に行ったそうです。その横面がこちらだー、はい、僕は絶対行けません。僕がガードマンなら、もう、笛吹いて、君は入れないって、これで本当に、10年間、10年じゃない今、10万キロ、本当にずっと現場行ってて、すいません、正直ここだけの話、最近、あ、これは良くないなって気づいたらしいです。本当なんです。ちょっとやっぱり、ルイはルイを呼ぶと言いますか。それ楽しくやってると。それでもっとすごいのが、実は、この動画の後ろでまた動画撮ってるっていう。動画を動画で撮る。ちょっとね、一緒にお酒飲んで、やっぱりもう頭が二人とも、ちょっといかれ、いかれちゃったのかなと。そういうことで、最後、締めてみよう。はい、最後の本題は、三人でね、塩原さんと大工さんと僕と、クライアントさん、僕の、ベッドくれるって言ってるクライアントさんと三人で飲んでたんです。それで、三人で飲んで、15時にホテルチェックインできるんですよ。もう帰っちゃいましたもう帰れって言って。で、電車乗ったことないんですよ、ほとんど。まあ、お金持ちなんで。なので、電車の乗り方わかんねえって言うから、駅まで連れて行って、パスも渡して、これをピッてやるんだと。なんだこれって言って。ほんで、指定の駅にこうやって乗れって言ったのに、電車に乗ったら LINE で通り過ぎちゃいましたって。こういう来る人なんで、ちゃんと案内して、で、駅に着い、ホテルに着いたらまた電話かかってきて、もう正直心の中で、ホテルのチェックインぐらい自分でやってくれと思ってますが、そういう流れで、今晩22時に10人集まって、いや、一気に行きたいと。そして、僕はサボりたいと思ってます。塩原さんに全部任せて、ね、僕はゆっくりちょっとしたいなと。そして、金曜日に知る人は知ってるんですけど、東京の青山にですね、海の海と味って書いてお寿司屋さんで海っていう、そこの、りゅうちゃんっていうお寿司屋さんがインスタですごい流行ってるんですよ。そこのランチ昼2万5000円、クライアントと2人で行ってきます。予約してきます。明日もまた新しい寿司屋探して、まあ、寿司三昧で行ってみたいと、OK。まあ、僕稼ぐって、今までお世話になった方をお寿司とか連れて行って、まあ、振る舞いたいと思います。そして、今、カットマンももうすぐ合流してですね、今日は夜、工事現場で撮影が入ってますので、酔っ払ったまま行ってみたいと思います。はい、仕事舐めてるって言われても仕方ありませんが、まだ時間はありますので、ということで、今日はこの辺で楽しくやっていきたいと。それではまた明日、バイバイ。Can you tell me what you want?